そりゃさ、ゲームは好きだよ。でもボドゲってリアルじゃないか。めんどくさいよ、帰ろうよ。今日ネトゲのイベントなんだよ。まあイベントは来週までやってるけどさ。そうだ、このゲームネットでできるしさ、家でやればいいじゃん。ピザ頼んでさ、家なら寝っ転がって。わかってるよ、もうメンツ集まってるんだろ。でもさ、人に嘘ついたり嘘なのか推理しなくちゃいけないんだろ。前も言ったけど対人は嫌なんだよ、空気読むの苦手だし。まあ人と交流した方がいいっていうシシドの話もわかるけどさ、霧過敏症は確かに収まったけど、これでホイホイ外出してたら僕の引きこもりとしてのプライドが、快適な引きこもりライフが。わかったよ、行くよ、行けばいいんだろ。人の思考なんて条件分岐とあんま変わんないだろ多分。だからさ、お前運べ。階段とか地獄なんだぞ、登れなくて死んじゃうんだぞ、運べ。さすが僕だな、初プレイで嘘も突き通せたし、嘘も見抜けたし。嘘つくときは何でもいいから嘘のロジック立てるのさ。それでその嘘のロジック貫き通す、自分も信じるくらいにな。どうせ本当のことなんか誰にもわからないんだしさ。身振り手振りまで気にしだすとちょっと大変だけど、確かに遊佐の推理はチート気味だったけどさ、強すぎだろあいつ。まあ思ってたより楽しかったよ。いつもならナルミとかネトゲの仲間とか、あとはお前と遊んでるけど、うん、今日のメンバーは新鮮だった。普段あのメンバーとリアルで遊ぶなんてないもんな。人をいきなり嘘つき呼ばわりするのってちょっとハードル高いけど、たまにならリアルのボドゲもいいかもな。たまになら、うん、次あるなら教えてよ、行けたら行くよ。なんだよ、ここまで来るの僕にとっては相当ハードル高いんだぞ。家出るのも大変だし、階段は地獄だし、でまた階段あるし。今日は疲れたんだ、今度こそ運べ。